はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ホンダアコード。2020年にね、新しくホンダアコードが日本で発売されるということでね、もうね、アメリカの方ではもう発売してるということでね、まあ2年越しの日本での販売ということなんですけどもね、まあちょっと今これホンダのホームページこんな感じです。ほらほぼほぼ見た目はね、シビックの、ベースということで、シビックのこのセダンですね。それをベースにしてる感じですよね。インサイトとね、どの辺が違うのかなという感じなんですけど、まあ、ちょっと軽く見ていきましょうね。2018年北米カーオブザイヤーなんですね。まあ、特別映像ということでちょっと見てみましょう。カーオブザイヤー撮ってますね。誰と握手したんでしょうね。ちょっとグレード感は出してるんですかね。というか後ろもね、インサイトによく似てますよね。まあ綺麗なシルエットしますよね。どう。はい、こんな感じです。2020年待望の日本デビューと、日本デビュー遅すぎるっちゅうねんね。なんでさっき発売せへんのやろ。はい、ってな感じで、海外ジャーナリストレポートというのがあるみたいですね。まあこの辺はね、詳しくはウェブで見てくださいね。お、これ昔の初期モデルか。これファーストモデルですね。1976年、わー、ここは知らねえな。私ね、1974年生まれなんですけど、さすがにね、この辺はあまり記憶がないですね。で、2代目が1981年ね。うん、この辺からなんとなく記憶があるかな。ないかな。まあフェンダーミラーですよね。この辺からね、記憶ありますよ。1985年、まあ3代目アコードということでね、パカパカのメガネ、スタイリッシュでしたよね。で、1989年ね、もう90年代ですよね。まあ、このアコードよく見ましたね、街中でね。まあ、よりね、このロングホイールベースとなった、この4代目のアコードですね。まあ、少しハイソな感じが加わってきましたよね。で、5代目アコードと。まあ、この辺からね、ちょっと、まあ、興味もなくなってきたんかな。私自身の興味もなくなってきて、こんな車やったかな。まあ、普通の車っぽい感じですよね。まあこの辺からね、少し燃費の方を考えられた車になってるということですね。で、カミングスーンということで、あれ、ここまでしか乗ってないんですね。これ10代目が発売されるまでに、まあちょい出しでやっていくという感じですね。で、今回のね、アコード、少し気になってるのがね、2.0T っていうね、モデルがあるんですよね。なんとね、シビックタイプ R とね、同じエンジンを積んでるんですよね。いや、この高級セダンなんですけど、いや、シビックタイプ R のね、ハイパフォーマンスが、このボディに入っているということで、いや、なかなかですよね、今回のアコードね。直噴2リッター直列4気筒ガソリン、VTEC ターボエンジンと、最高出力はね、252馬力ですね。あれ、こんな低かったかな。ちなみに、新型シビックタイプ R のエンジンはね、北米仕様の場合は、最高出力306馬力ということで、54馬力の、まあ、開きがあるんですね。少し馬力を抑えてるんですね。新型アコードの 2.0T には、新型シビックタイプ R 向けよりも小型かつ低抵抗のターボチャージャーを採用ということで、まあ、低回転域でのレスポンスを向上させているということですね。まあ、少しエンジンの味付けが違うという感じなんですね。まあそらそうか。高級セダンであの走りはちょっとやばいですもんね。
で今回ね、2リッターターボエンジンと組み合わせられるのが、新開発の10速オートマ6速マニュアルということでね、マニュアルがあるんですね。いやもうぜひともマニュアル、出してほしいですよね。アメリカホンダによると10速オートマはセグメント初、$33,310、約340万円ですねと公開されましたと。 2.0T は、史上最強ファントゥードライブ、そして洗練されたアコードということで、まあなかなかのなかなかのハイスペックマシンがどうやら出るようですね。はい、いかがでしたかね、新型アコード、もうね10代目になるということで、日本ではね2020年の発売ということで楽しみですね。フィットもね、来年出るということで、まあホンダはねどんどん新しい車が出て面白いなと思います。今度のねモーターショー楽しみですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、10代目ホンダアコードでした。じゃあね、バーイシュー。